おはようございます。春になりまして、なんかね、草木生い茂る時期になりましたね。我が庭も荒れてきました。ちょっと見てください。雑草生い茂る庭でございます。この辺も生えてるんですけども、ここがね、すごい速度で生えましたね。地面が見えていたんですけども、ここ2ヶ月の雨でね、うっそうと茂るジャングルですよ。なんとかせないけんですね、これね。これをね、何農薬を使わずに、ちょっとこれから雑草取りをしてみようかと思います。もちろんめんどくさいこともごめんです。台所に来ました。どうするかというと、単純です。焼きそばありますけど、これは関係ありません。今2つの鍋でお湯を沸かしてます。お湯をかけるんですよ。お湯をかけて根っこから根絶やしにします。これだと害はないし、雑草だけなくなって、その他の環境被害ないですよね。いや、これをね、ちょっとこの前知ったんで、試しにやってみたら、本当に綺麗になったんですよ。だから、もう一回、ぐつぐつと煮えた。これ焼きそばは関係ないですからね、焼きそばはね。これから食べますんで。このお湯で、ちょっとやってみようかと思いますね。ちょっと沸くまで焼きそば食べて待ってます。お、なんか沸いてきましたね。もうちょっとですね、あと5分ぐらいですか？うん。はい、じゃあ、お湯が沸きましたんでね、かけていきますよ。ただ本当にかけるだけですよ。まあ、こんな感じですよ、こんな感じ。はい、じゃあもう一個、ちょっと足場を確かめながらね、こうやってかけていきます。うわ、すごいですよ。このぐらいだったもんがこんな伸びてる。まあ、こうやってかけて終わりです。ということでね、庭の雑草問題はこれで解決。しかし、カバーする面積がいかんせんこのぐらいだとね、ほんと少ないんで、少しずつ少しずつ範囲を広げながら、一日一日確かめながらになると思います。結構根気はいりますけども、ほんとそんなに手間かかんないんで、これを繰り返して一通りやったらなくなっちゃうんじゃないかなと思いますね。それじゃあ、今日は終わって、明日どうなってるかをね、この動画の後でつけておきますんでご覧ください。どうなってるでしょうね。昨日お湯を撒いたところが、ほら、ちょっとえぐれた感じで枯れてますね。これは、お手軽で期待できるんじゃないですか？うん。はい、今日はね、二日目ですけども、雨が降りまして、今日お湯かけは中止です。雨が降ると地面も冷えてきますし、で、葉っぱがね、水吸って、お湯をかけてもね、沈下しちゃうんですよね。まあ、ですんで、雨が続く日とか、ジメジメする日は、まあ、やらなくてもいいのかなっていうところです。とりあえず今日はお休みです。でも、結構枯れてきましたね。目に見えて枯れてきましたね。いや、今日は天気がいいですね。ちょっと湯気が湧いてるでしょ。すでに今日のお湯はかけたところです。うん。枯れてるな。で、今日かけたところはこう、緑ながらにもしなってるでしょ。ここが明日は枯れると思います。まだまだ、まだまだやらにゃいけんな。はい、今日は何日目だったですかね。何日目、4日目ぐらいになったと思いますけども、朝の状態はこんな感じです。まあ、そこそこ枯れてるかなってことですね。今日もお湯をかけていこうかと思うんですけども、隅っこの方をかけてみましょうかね。わかりやすいね、こういう隅っこの方をやると。はい、この辺でやってみようかと思います。それでは、はい、今日の熱湯草取りなんですけども、ズブズブの雨ですね。もう行くまでもないですね。いつも行ってるのはあそこなんですけど、あの一角なんですけどもね、今日は行くだけ無駄ということで、お休みです。明日晴れますように。はい、観測を始めてね、初めての日曜日ですけども、昨日一日雨だったんで地面が濡れてると思うんですよ。こういう時は熱湯の効果が弱まるので、お湯はかけません。今日一日ドライになってもらって、明日また再開しようかなと思いますね。だいぶ茶色いところが増えてきました。はい、お湯かけからちょうど1週間経ちましたね。どういう風な現状になってるのか。はい、で、昨日雨だったんで、もうちょっとね、地面を乾かしてからお湯を撒いていきたいと思います。まあ、うっそうと茂ってところが徐々に枯れてきてるなっていうのはね、わかりますね。向こうの方がまた育ちましたね。あ、すごいな、やっぱりなんかこう、いたちごっこですね、これはね。どうも、今日は1週間経って2週間目の初日、8日目です。ちょっとね、草をパパパッと取ってみました。
あの引っこ抜いたんですけども枯れてたんですごく簡単に取れましたね。どうですかこれ、1週間お湯をかけ続けたら枯れてて、もう手で抜けるような感じでしたね。すごく楽ちん。うん、これは楽だったですよ。じゃあまあ今日から今度ね、向こうの方に伸ばしていこうかなってことですね。ここはもうだいぶ綺麗になった。熱湯処理だと1週間ですね。